金、数学、ツーリング、デリバリーで大大大活躍。使い勝手が考え抜かれたコスパ神クラス。自転車、バイク用、スマホホルダー、おすすめポイントを実機踏まえて徹底的に紹介したいと思います。スマホホルダー、おお、ここまで本番いきます。それで、いい素敵な情報。カメラ OK、 オート OK、 役者 OK、 用意スタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。先日一件のメールが来ました。突然のご連絡を失礼いたします。監督ラボ様と YouTube でのタイアップをさせていただけないかと思い、この度ご連絡をさせていただきました。弊社の製品をより多くの方々に知っていただくため、監督ラボ様のお力をお借りできれば幸いです。はい、というわけでですね、商品レビューの依頼が来ました。ありがとうございます。監督ラボ運営しまして約2年2ヶ月経っております。その間にもね、こういったタイアップさせていただきました。本当にありがとうございました。で、今回ですね、はい、スマホホルダーです。過去に監督こちらの動画を上げております。当時はですね、はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回なんですけども、自転車にスマホをつけというわけで、もう徹底的に調べ上げて Amazon スマホホルダーナンバーワンの商品、ティアキアの商品を買いました。まあ正直ベストワンなんで、もうこれ以上の商品ないかなと思って、今うちに2台ございます。はい、ありがとうございます。まあ、そんなわけでですね、今回商品提供いただくじゃないですか。ラボとして激推しするっていうのは性格上嘘がつけないので、だから本当にいいものはめちゃくちゃいいぞってプッシュしますし、正直って言うんだったら、もううんですよとですね言いますので、この点に関してはご安心ください。というわけでですね、商品がですね今こちらに来ております。はい、ありがとうございます。到着しました。こちら開封をする前にですね、おすすめポイント先に3つお伝えします。まず1つ目、改良に改良を重ねた2022年進化型スマホホルダー、そして Amazon の星 4.6。はい、そして3つ目、動画最後にですね、お得な情報をお伝えしたいと思います。では早速開けていきたいと思います。開封の儀ではですね、開けていきたいと思います。毎度おなじみダンちゃんでサクッと開けていきたいと思います。ちなみに今冬なんで、そろそろ行かないとキムクチャラになってきたね。もうすごいでしょ。もうちょっと待ってね。さすがに今着るとね、寒くてかわいそうなので、はい、紹介させていただきます。こちらロミカル BP7 片手操作自転車用スマホホルダースタンド、はい、こんな感じになっております。こちらが本体でございます。お、ちょっと重量感じますね。じゃん、おー、こんな感じでございます。おお、ここまで大きいスマホを挟み込むことができます。こちら自転車にくっつけるクランプですね。続いて取扱説明書、日本語版も中に記載されております。入っていますのがこの3つとなっております。はい、早速つけていきたいと思います。2つしかもう部品入ってないんで簡単です。まずこちらジョイントボールをですね、この穴につけます。これをまず外します。ちょっと乗せる感じにつけて、このジョイントボールをはめてからこう回します。はい、こちらで完成です。ちなみにティアキアさんにセットする際にこれをまず乗せまして、オープンを押した状態でこれをね下げていくので、こういう手間でまあ片手じゃできないんですよ。ではですね、スマホをまずつけていきたいと思います。今現在監督が使っていますが、こちら iPhone8 Plus、 はい、つけました。このような形になっております。以前紹介しました TPL10 Pro、 こちらも簡単につけることができます。さらに過去に使っていたこちらもつけることが、あ、これらもつけますね。なのでどの大きさのスマートフォンでもつけることができます。早速です、自転車につけていきたいと思います。はい、というわけでですね、こちらお気づきでしょうか。はい、こんな背景今までなかったというわけでですね、今回ポールに似たような感じのものを3つ集めてきました。まずはこちらのですね、自主映画の武器の時のやつを剥がしたんだけど、つけれるのかという実験ですね。ここにですねボタンがあります。はい、開くことができます。こちらをセットして、あとはこのネジをですね回していきます。がっちり締まりました。で、これが、はい、全然ビクともしません。続きまして、ちょっと形がいびつな刀はまるのでしょうか。つきました。おお、ビクともしません。じゃあラスト、こちらはですね、洗濯物を、ね、家の中で干すやつのぶっといやつです。これははまらないかもしれません。あ、いけそうかも。きました。はい、全然ビクともしません。
それぞれですね、おすすめポイントを見ていきたいと思います。まずですね、一番のポイント、片手でできます。これを、はい、片手でなんと、できちゃいます。めっちゃ便利ですね。上からこう上げつつのこうね、ちょっと力いるかなって思うんですけども、全然ね、ポッとやれば、もうすぐ、キヤキヤさんに関しては、ここをオンを外してから、ダイヤルを回して、外すっていうところね。で、またつけるときは、これをセットして、オンにしてから、プッシュすると、このアームが自動的に連動して開きます。絶対に落ちません。取り外しが早くできるのは、とても嬉しいですね。はい、コンビニ行きました。で、外します。はい、自転車乗ります。はい、つけます。うわ、これ、こっちの方がいい。めっちゃいいじゃん。ちなみになんですけども、こちらですね、セキュリティロックが外れた状態で、閉めることによって、がっちりとね、スマホを固定してくれます。なので、この状態だと、スマートフォンは外せません。しかし、このね、ロックを外すことで、こう、取ることができます。続きまして、こちらティアキアさんの方ですね。まあ、これもこう動きます。こちらなんですけども、この状態ですね、取り付けた部分の回すことによって横にしたりすることができます。ティアキアさんも多少のね、気持ちこうこうこうで動くことができるんですが、こちらはですね、なんとさらにこう、もうギリギリぶつかるまでここまで行きます。そして、こう、こう。で、固定したいときは、ここをギュッて回せば、動かない状態になります。こちらよりも、今回紹介する商品の方が、可動域が広範囲です。材質を見ていきたいと思うのですが、全然安っぽくないと監督は思いました。商品自体が2000円もしないので、ちょういかなと思ったんですけども、まあ、正直、こちらと比べたら、これの方がめちゃくちゃ高級感があります。EVA 樹脂マットを使用しております。要するにですね、防音、防水、耐久性に優れております。ただですね、デメリットとしてはですね、ちょっと、重いですね。でもこれくらい多くなんかこんなにパッとね、ある程度やっぱ重量がなければならないので、この部分に関しては仕方ないところかと思います。バイクとか自転車につけるホルダーなんで、一回取り付けたらまあほぼ外すことがないので、関係ないかと思います。片手で、便利です。まあ、3曲ここに用意したんですが、いつもこちらをね、持ってって、外して、これを、これに合わせて必要な枚数をね、つけて、ここに、はめて、こうつけて、の、この作業が毎回、まあ、めんどくさいんです。あーっと、そうそう、こういうね、ネジを回した時にネジが落ちたらもう地獄ですね。ネジ消えました。こういうことがやっぱり結構現場であってね、今回ですね、めっちゃ楽なんじゃない？すげえ便利なんじゃない？っていうすごいワクワク感がありますよ。狭かったので、もう最大まで広げました。からここに挟めて、あとは、こう、回せば、つくってこと？わー、これはいいわ。これマジでいい。乗り換えします。こちらで紹介は以上となります。自転車、バイクなどに使えるスマホホルダー。これ、めちゃくちゃ押せる商品でございます。ありがとうございます。というわけでですね、最後になんですけど、キヤキヤに関しては約1700円ぐらいで、こちらですね、約2000円ぐらいで、ね、ちょっと高いんですよ。ただですね、この動画を見ている視聴者の方々、自転車朗報です。お安くしてくださるということで、今このチャンネル見ている方、概要欄に期間限定ではございますが、今ですね、こちらの商品買えますと、1599円で、こちらよりかなりお安く買うことができます。もしこの動画見ていいなと思ったら、もう速攻で Amazon に行って買ってください。監督もね、今これ2台ね、いちいち付け替えがめんどくさいから、自転車用と三脚用にね、2個持ってるんで、自腹でもう1個買おうかなと思ってます。というわけで、ロミカルさんの BP07 バイクフォンマウントスマホホルダー紹介していただきました。この監督ラボで主に最近はレビュー系を出しておりますので、もし興味がある方、チャンネル登録をして、他の動画、サムネイルリスト作っておりますので、見ていただければなと思っております。全てにして共通していけることは自分が本当にお勧めしたい、視聴者にぜひ共有したいというものをテーマに動画撮っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。最初に言いました改良版というわけで、こちら2020年版と、今回紹介したのはですね、今年2022年版の最新型の改良版となっております。1年前のものと比べますと、従来よりも早く取り付けが可能、ロックが硬すぎる問題が改良されているですね、商品ですので、まあもし買うんであれば最新型を購入した方がいいです。お買い得です。本当マジでこれおすすめな、自転車持ってる方、バイク乗ってる方、まあ、YouTube 撮ってる方でもいいですよ。これ1個あるだけでめちゃくちゃ便利になりますよ。ぜひ皆さん買ってみてはいかがでしょうか。はい、ではまた次の動画で会いましょう。よし、ポチろ。通勤、通勤、通学、あります。やめてよ。
ハントクラブ様のお力をお借りできれば、売れ筋ランキング売ろう。あと1週間後にね、カットが早ければいけるから、もうちょっと我慢して。もう、ダンボール解体券はいいから。おぉ、持ってるの持ってるの。そして、違う。あ、こちら。まず、金属製ステンレスアーム。ステンレス製金属アーム。ステンレス金属。